ロベン島は南アフリカ共和国西ケープ州ケープタウンから約1 2トル沖合のテーブル湾にある島。ユネスコの世界遺産に登録されている。ロベンはアザラシを意味するオランダ語。監獄島とも呼ばれ、ハンセン病患者の隔離や政治犯の強制収容所が設置された。現在はロベン島協会を除いて政府が所管し、島全体を博物館として整備。 刑務所の元囚人がガイドとして案内業務を行っている。ロベン島の入り口の掲示板周囲は海流が強く脱出が困難なところを見出され、17世紀の終わりから島の大部分は刑務所として使われた。当時のロベン島に収監された囚人はオランダの植民地の様々な政治的指導者で、南アフリカ出身者だけでなくインドネシア出身者もいた。 1836年から1931年まで、島は、ハンセン病患者を隔離するために使われた。1959年以降、島は、政治犯の強制収容所として使われ、アパルトヘイトの政策が行われていた時期には、ネルソン・マンデラや、ウォルター・シスル、ロバート・ソブクエトンが収監された。1996年に、刑務所は閉鎖され、 翌1997年には政府の管理下で博物館として一般公開され、1999年に世界遺産に登録された。ケープタウンのビクトリアアルフレッド・ウォーター・フロントから低キロが運行されている。アフリカペンギンが生息している。タンカーの石油流出事故により生息が危ぶまれたが、ボランティアや地元の大学により保護活動が展開されている。 タンカーの事故以外にも本来ロベン島には生息していなかった外来種である猫が島に入島しペンギンの卵を襲うなどの問題がある。人種差別の反対運動にサッカーが用いられることが多い。1967年に収容者がサッカー、リーグマカナサッカー協会を設立。サッカーを通じて差別に抵抗したロベン島は 現在世界遺産リストに登録されている。南アフリカ共和国が世界遺産条約を批准した後、スターク本店、スワートクランズ、クロムドライおよび周辺地域の人類化石遺跡群、グレーター、セントルシア湿地公園などととも最初に推薦したのがこのロベン島だった。アイコモスは否定的な評価を下したがユネスコ事務局長であり世界遺産委員会議長だった。 松浦光一郎の提案もあり、1999年の世界遺産委員会で登録が認められた。人種隔離政策の記憶を伝える府の世界遺産とされている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。松浦光一郎、世界遺産、ユネスコ事務局長は訴える講談社、2008年、ピアニッシモ、 105から106青柳世紀監修、ビジュアルワイド世界遺産小学館、2003年、P63 エトセトラ。ありがとうございます。